以前、タコとイカの解説をしてくれたじゃない？タコとイカは地球外生命体なのか？ってやつだな。またタコとイカの話を聞きたいのか？あの動画の中で、アンモナイトやオウムガイも、タコやイカの仲間だって言っていたわよね。それが未だに信じられないのよ。見た目が全然違うから信じられないよな。じゃあ今回は、このあたりの進化を解説しよう。よろしく頼むわ。過去動画でも軽く触れているが、まずは全体的な話からいくぜ。タコやイカは、軟体動物門頭側行に分類されている。軟体動物って言ったらこの2種よね。そうだな。頭側行は主に、オウムガイアコウ、アンモナイトアコウ、小型アコウに大別されるぜ。イカやタコは小型アコウだ。みんな、同じ頭側行に分類されている仲間ってことか。ああ。頭側行に分類されている生物は頭側類とも呼ばれているぜ。頭側類は、頭、頭、足の3つに分かれていて、足も多数に分岐しているのが特徴だな。言われてみればみんな、ニョロニョロした足をしているわ。そうだろ？軟体動物の中でも目や神経系、筋肉が発達しているのも特徴だ。運動能力にも優れていて、複雑な行動を取ることができるぞ。ほうほう。こうやって見ていくと、意外と共通点があるのね。頭側類は無脊椎動物の中で最も賢く、最も複雑であるとされる。特にタコやイカは海の霊長類とも呼ばれているぜ。タコやイカの賢さについては、過去動画を見てみてくれ。共通点があるのは分かったけど、見た目が違いすぎない？やっぱりそこが気になるか。頭側類は殻を持たないものが多いが、これは二次的に退化したものと思われるぜ。昔は持っていたけど、今は綺麗さっぱりなくなっちゃったってこと？イカ類は体内に、内在性の殻である甲と呼ばれるものを持っているぞ。タコ類はほとんどが殻を失っているが、二次的に殻を作るようになったものもいる。ああ、あの二体化からすっと引き抜くプラスチックのようなものがイカの甲ね。仲間と呼ばれる理由が分かってきたか？ここからは頭側類の進化について解説していくぜ。前回も少し触れたが覚えているか？常に新鮮な気持ちで解説を聞けるのが私の特技だわ。覚えてないってことだな。じゃあ最初から説明するぜ。頭側類の始まりは、約5億1000万年前のカンブリア紀の終わり頃だとされている。プレクトロノセラスカンブリアが最古の頭側類とされているぜ。ほう、オウムガイ類が一番最初に出現したのね。そうだ。殻の長さは10ミリメートル未満だ。殻に渦巻きはなく、三角帽子のような形で後方に緩やかに曲がっている。想像していたオウムガイ類とはだいぶ違うわ。それにしてもかなり小さいわね。よく見つけたよな。殻の上半分には、隔壁と呼ばれる複数の仕切りがあったぜ。殻の下の方にある広い部分には、軟体部が収められていたんだ。殻内の軟体部には、食道と消化腺、腎臓、生殖器があったぞ。小さいけれど、意外と複雑な作りをしていたのか。ああ。頭部前方には触覚と目、口があり、後方には筋肉質な腹側が伸びていたぜ。海底に散らばっている動物の遺骸を、触手で引き寄せて食べていたと考えられているんだ。こういう話を聞くといつも思うんだけど、最古の頭側類であるプレクトロノセラスはどこから出現したのかしら？だって突如現れたわけじゃないでしょ？いいところに目をつけたな。プレクトロノセラスは、カンブリア紀後期に生息していた。単板類のニグトコヌスから出現したと考えられている。へぇ、どんな生物だったの？プレクトロノセラスに似ていたぜ。ゆるく曲がった円錐形の殻を持ち、殻の中には複数の隔壁があったんだ。二種の大きな違いは、電子細管と呼ばれる器官にある。単板類とオウムガイ類に分かれるほど大きな違いだったのかしら？ああ。隔壁に仕切られてできている角質は、オウムガイが成長するたびに増えていく。しかし、隔壁ができたての時はまだ強度が弱いんだ。強度が弱い間の角質内は、海水に近い液体で満たされているぜ。ふんふん。強度がしっかりしたら他の物質に変化していくの？隔壁の強度が増すと、角質内は液体からガスに置き換えられていくんだ。これは、連室細管の中にある連室細管索の働きによるものだぜ。へぇ、なかなか高機能な器官なのね。ニグトコヌスには連室細管はなく、軟体部を殻に固定するための紐のようなものだった。プレクトロノセラスはこの紐が進化して、液体の運搬や、ガスの分泌などの連室細管としての機能を獲得したぜ。これは大きな違いだわ。進化させたプレクトロノセラスってすごい。そうだろ？オウムガイは、角質内を満たすガスによって浮力の調整を行っているぞ。そんなプレクトロノセラスに由来しているオウムガイ類が、エレスメロセラス目だ。エレスレロ？エレスメロセラス目だ。カンブリア紀後期からオルドビス紀にかけて生息していたぜ。ほとんどのものは小さいが、15センチメートルほどに成長したものもいるぞ。おお、
プレクトロノセラスに比べたら、随分と大きいのもいたのか。ああ。隔壁の間隔は狭く、比較的大きな腹側尾状突起を備えていたのが特徴だ。殻の形状は、短いものから長いもの、直線や曲線など様々だったようだな。多様性があったのね。ここからの進化が楽しみだわ。エレスメロセラス目は、すべての頭足類の共通祖先だぜ。エレスメロセラス目から、アンモナイトやタコやイカの祖先に繋がっていくんだ。わあ、共通祖先っていい響き。その後どんな風に進化していったの？まずはオウムガイ類だな。エレスメロセラス目から出現した。オウムガイ類は殻の浮力が徐々に増加していき、やがて皆そこを離れて水中の浮遊物を摂取できるようになる。ふんふん。さらに、触手を持つようになり、獲物を追跡捕獲できるように進化したと考えられているぜ。オウムガイは幾多の危機を乗り越え、減少と繁栄を繰り返してきたんだ。あら？そういえばオウムガイって今も生きているの？ああ。古生代末には多くのオウムガイが絶滅したが、オウムガイ目は現在も生息しているぜ。ええー、勝手に、絶滅したものだと思い込んでいたわ。アンモナイトと混同しているんだろうな。オウムガイは現在も、南太平洋からオーストラリア近海の水深100メートルから600メートルに生息しているぜ。ほう、こりゃまた勝手に深海に住んでいると思っていたわ。水深が800メートルを超えたところでは殻が水圧に耐えきれず壊れてしまうんだ。現世のオウムガイは、原始的性質を色濃く残した生物とされるぜ。そうなのか、現世のオウムガイはどんな生物なの？触手はなんと90本。捕食の際には、触手にあるたくさんのシワで物に付着するぞ。上面にある2つの触手を融合させて、殻の口に蓋もできるんだ。捕食にも蓋にも使っちゃうなんて触手の魔術師だわ。目は、短い柄の先についているぜ。レンズの構造はないため視力はあまり良くないが、水の中に落ちた化学物質には素早い動きを見せるそうだ。へぇ、何を食べているのかしら？主な餌は、死んだ魚介類や脱皮した殻などだな。俊敏な移動はできないから、生きた魚介類を捕まえられないんだ。のんびりと移動しているのか。タコやイカと同じ部分はないのかしら？タコやイカと同じく、ロートと呼ばれる器官を持っているぜ。ロートから吹き出す水を推進力にして、体を軽く揺すりながらゆっくりと移動するんだ。タコやイカと同じ器官もちゃんと持っているのね。ああ、墨袋は持っていないがな。また、タコやイカは1年から数年で死んでしまうのに対し、オウムガイの寿命は十数年から20年近くと言われている。ほうほう。これは嬉しい相違点だわ。オウムガイは殻の生成に時間がかかるため、成長が遅いことと関係しているぜ。殻を完全に退化させ、成長速度を早めたタコやイカと対照的だな。殻のあるなしでも寿命が変わってくるのか、進化って本当に不思議だわ。オウムガイは、核室内のガスで浮力を得ていただろ？死んで軟体部がなくなると、殻だけが浮かんで長距離を流されることもある。日本沿岸にもよくその殻が漂着するぜ。ええー、日本にも流れ着くの。ちょっと海岸に行って血眼で探してくるわ。それもいいが、せっかくならセブ島まで行ってみたらどうだ？セブ島周辺では高級食材とされているぜ。高級食材ですって、どんな味がするのかしら？おい、よだれが垂れているぞ。イカと貝の中間のような味だそうだ。美味しそう。ちょっくら行ってくるわ。解説を最後まで聞いてからにしてくれ。ここからは、アンモナイトの進化を追っていくぜ。約4億7500万年前のウルドビス期に、オウムガイ類は全盛期を迎える。オウムガイ。高級食材。ジュルリ。おいおい、またよだれが垂れてるぞ。オウムガイは、いろいろな特徴を持つものに分かれていった。直角貝と呼ばれる、細長くまっすぐな殻を持ったものが多いぜ。へぇ、まだ殻はまっすぐなのか。見た目はなんだかイカっぽいわね。直角貝は、オルソセラス目のことなんだ。オルソセラス目も、エレスメロセラス目から分岐しているぜ。エレスメロセラス目はオウムガイ目の祖先でもあったわよね。よく覚えていたな。オルソセラス目の代表属である、オルソセラス属で体長15センチメートルほどだ。殻の内部が隔壁で仕切られていて、電子細管ももちろんある。ほうほう。基本的な仕組みは一緒だわ。殻の表面には網状の模様と、縫合線があるぜ。縫合線は、各隔壁が外殻の壁と接触する場所に現れる。殻の入り口付近からは、第2枚、小1枚の扇形の板が見つかっているぜ。扇状の板？殻に蓋をしていたのかしら？用途については意見が分かれている。軟体部の上についていて体を引っ込めた時に蓋になった説。肉体部の中に入っていて、顎として使われていた説だ。用途についてはまだ判明していないぜ。使い道が判明したら、生態の解釈も大きく変わってきそうね。そうだな。オルソセラスの系統は、三畳期からジュラ紀頃に絶滅してしまうんだ。
だがシルル紀に、オルソセラス木からバクトリテス木が出現していたぜ。バクトリテス木は、アンモナイト類とタコやイカの共通祖先となるぞ。出現しては消え、また出現しては消えていき。生物の進化って儚いわ。そうやって遠い遠い昔から、命は繋がれてきたんだ。感慨深いよな。バクトリテス木からは、アンモナイト類であるゴニアタイト木と、タコやイカの祖先であるベレムナイト類に分かれていくぜ。ここからは、お互いに全く別の姿へと進化していくことになるのか。そうだ。ゴニアタイトは、約3億9000万年前から約1億3900万年前のデボン紀中期からペルム紀末に生息していた。北アメリカ、ヨーロッパ、北アフリカ、オーストラリアで発見されているぜ。いろんなところから見つかっているじゃない。ゴニアタイトの生息当時に、熱帯から亜熱帯であったであろう地域で発見されているんだ。ゴニアタイトは、年代決定における示準化石として使用されているぜ。ああ、なんとなく聞いたことがあると思っていたわ。殻の大きさは大きくても15センチメートル未満で、殻は平面螺旋状に巻かれていたぜ。ゴニアタイトも、殻の内部は隔壁で仕切られていて、ガスで浮力を得ていたぞ。泳ぐことができ、発達した2つの目と触手を備えた頭部を持っていたんだ。殻が巻かれたことで、一気にアンモナイト感が出たわね。そうだな。ペルム紀中期にはセラタイト木が出現したぜ。セラタイト木は、ペルム紀末期の生物の大絶滅を乗り越えて、三畳紀を通じて繁栄したんだ。へぇ、大絶滅も乗り越えたなんてなかなかやるじゃない。三畳紀中期には、アンモナイト木も出現したぞ。だがセラタイト木は、アンモナイト木の繁栄に押されるようにして、三畳紀末には絶滅してしまう。くぅ、この試練は乗り越えられなかったか。アンモナイト木はジュラ紀、白亜紀を通して大繁栄することになるぜ。異常巻きや複雑に巻いたもの、鍵状のもの、一部巻いたものなど、様々な形が発達したぞ。アンモナイトさん。ここまで順調に来ていたのに、いきなりどうしちゃったのよ。せっかく巻いたからが、ほどけちゃってるやつまでいるわ。面白いよな。殻の巻きが溶けてしまったようなアンモナイトは、異常巻きアンモナイトと呼ばれているぜ。異常巻きアンモナイトは、特に日本で多様なものが見られるんだ。へぇ、どんなのがいたの？白亜紀末に生息していた、ニッポニテスを紹介だ。日本列島や、カムチャツカ半島などの沖の浅海に生息していたぜ。ひゃあ、ものすごい巻き方ね。今では多くのニッポニテスが発見されているが。ちょっとマリサ、画像を間違えているわ。これはこの化石画像よ。間違えてないぞ。ちゃんとニッポニテスのネームプレートがあるじゃないか。あ、本当だわ。大変失礼いたしました。マリサ、続けてちょうだい。ニッポニテスは、1904年に矢部久勝さんによって発見発表されたぜ。当初は標本が1個体しかなかったことから、奇形ではないかという研究者が多かったんだ。そうよね。私もきっとそう思うわ。1926年、清水三郎さんによって全く同様の巻き方の個体が発見され、ようやく種として認識されるようになったぜ。認められてよかったわ。どうしてこんな巻き方になったのかしら？進化の袋小路に入って系統としての寿命がつき、異常な巻きが生じた奇形的なものと長い間解釈されてきたぜ。矢部さんは規則性があるという見解を示したが、聞き入れてもらえなかったんだ。あらら、切ないわね。それで、今は理由がわかっているの？異常巻きアンモナイトは、後年になってから、コンピュータシミュレーションによる解析で、規則性があることが再発見されたぜ。わあ、よかったわ。矢部さんの見解を受け入れてもらえたのね。ああ、現在では奇形説は訂正され、アンモナイトが様々な環境に適応して、進化した例とされているんだ。そんなアンモナイトも、6600万年前の白亜紀の終わり、恐竜と共に絶滅してしまったがな。もし絶滅していなかったら、今頃どんな姿になっていたのかしら。私たちの想像を超える形になっていたかもしれないわね。ここからは、タコとイカへの進化を解説するぜ。アンモナイト類とタコやイカの共通祖先であるバクトリテス木から、出現したのがベレムナイト類だ。ジュラ紀から白亜紀にかけて繁栄していたぞ。ふんふん。ベレムナイト類はどんな生態だったの？形態的には原生のイカに類似していて、墨袋も持っていたぜ。ほぼ同じ長さの10本の腕を持つが、イカの特徴である2本の触腕は持っていない。ほう、触腕がなくても、もう見た目がイカそっくりじゃないか。体の背部から先端にかけて、矢尻型の殻を持っていたぜ。この殻は、生存時には外頭膜に覆われていたんだ。外頭膜って？軟体動物だけが持っている器官で、簡単に言うとイカリングにされる部分だな。外頭膜の中にあったベレムナイトの殻は、骨格として機能していたぜ。へぇ、もうこの時点で、殻は体内にしまわれていたのか。そうだ。殻に比べてはるかに大きな流線形の殻だと、
大きな目を持っていたこともわかっているぜ。ガスと体液の量を調整することで浮力を得ていたと考えられているんだ。もう現代のイカとほぼ変わらないんじゃない？ベレムナイトの腕には、現世のイカのような吸盤がまだないぜ。吸盤の代わりに、小さなフックを持っていたんだ。へぇ、どうやって餌をゲットしていたのかしら？ベレムナイトは獰猛な肉食動物で、フックがついた腕で獲物を捕まえていた。捕まえた後はくちばし状の額板で、肉をむしって食べていたぜ。恐ろしい子。一方で、当時の海生爬虫類はベレムナイト類を捕食していたぞ。イクチオサウルスの腹部からは、ベレムナイトのフックが大量に見つかっているんだ。食って食われて、スリリングな毎日だわ。それで、ここからどうやってタコやイカになっていくのかしら？まずは初期のベレムナイト類からタコの祖先が分岐した。ベレムナイト類はその後も何回か分岐しているが、最も最近に分岐したのがイカの祖先だと考えられている。へぇ、タコとイカの、似ているけれど似ていない不思議な感じは、共通祖先から分岐して、進化していったからなのね。そうだ。だがベレムナイト類は、分類や進化過程に諸説あって、あまりよくわかっていないんだ。またそのうち変わるかもな。なるほど。現世生物でもわからない部分があるんだもの。絶滅してしまった生物のことは、もっとわからないわよね。ああ。だが、頭足類の進化の過程は、わかっていることも多くて、面白かっただろ？とっても、最終的な見た目は全く違っても、祖先から辿っていくと、少しずつ進化していっていて面白かったわ。外に殻を出したまま進化していったオウムガイやアンモナイトと違って、タコやイカは、殻を体内に入れていっていたからな。ずーっと未来には、またさらに違う姿に進化しているかもしれないな。